こんなはした金であの方を手に入れられるなんて、今日はなんていい日なんだ。計画通りとはいかなかったが、あの方はもう、私のもの。金の枷をつけて、屋敷の中で一生、私だけのために生きていただくのだ。さあ、 誰よりも愛しいあの方をお迎えに行かなくては。ご気分はいかがですか私があなたを買ったのですよ。新しい主人にご挨拶は <laughs> 奴隷の身となってもその木ぐらいの高さは相変わらずですね。 お久しぶりです。お嬢様。おや、お嬢様は私が誰だかお分かりにならないようですね。それも仕方のないことです。最後にお会いしたのはもう随分前のことですから。では、お嬢様に屋敷を追い出された羊見習いといえば、 思い出していただけますか <laughs> 思い出していただけたようですね。改めて、お久しぶりです。お嬢様。またお会いできたことを大変嬉しく思っております。お嬢様に屋敷を出ていくよう命じられた後、 各地を転々としておりましたが、運よく商売が成功いたしまして、最近この国に戻ってきたのです。そんな矢先、旦那様が事業に失敗し、財産やお屋敷もすべて差し押さえられ、お嬢様が奴隷所に売られたという話を聞き、肝を冷やしました。さあぞ、恐ろしい思いをされたことでしょう。 私がもっと早く戻ってきていれば、お助けするのが遅くなり、申し訳ございません。もう大丈夫ですよ。お嬢様の所有権は私のもの。汚い手でお嬢様に触れるものは、もうおりません。これからは、私がお守りいたします。 お許しいただけますかどうされましたえ私がお嬢様を恨んでいるのではないかと。そうですね。もちろん、恨んでおりますよ。あのお屋敷で、どれほどあなた様に虐げられたことか。 罵倒に暴力は日常茶飯事。無理難題を言いつけられ、できなければ罰として食事をもらえないなんてこともありましたね。そうだ。感触を起こしてあなた様に階段から突き落とされた時の傷が今でも残っているのですよ。ほら、ここに。紙を書き上げるとよくわかるでしょ <笑><笑>ごめんなさいだなんてまさかお嬢様に謝っていただく日が来ようとは <laughs> 申し訳ございません決してバカにしているわけではないのです使用人ごときに謝罪の言葉を口にされるなんてあの頃には考えられないことでしたので 恨んでいると言ったのは嘘ですよ。あまりお気になさらないでください。もう過ぎたことです。それに、私が出自として未熟であったのは事実ですから。さて、いつまでもこんなところでお話ししていては、お嬢様が休めませんね。そろそろ、私の屋敷へ参りましょう。はい 弟気味ですかええ、お嬢様の後に出品されておりましたよ。とある紳士がお買い上げになっていました。美しい少年奴隷をたくさん飼っていらっしゃることで有名な方のようですね。ベッドでの戯れで気に入られれば、愛人として贅沢な暮らしをさせてもらえるのだそうで、お坊ちゃまも いい主人を得られましたね。坊っちゃまを助けてほしいどうして私がそんなことをせねばならないのです私に何か得がありますかお嬢様、商人とは損得感情で動くのですよ。何の得もないのに、 わざわざ買い上げたばかりの奴隷を譲って欲しいだなんて、面倒な交渉はするだけ無駄です。こちらが損をすることは目に見えていますからね。それとも、無駄な交渉に、お嬢様が価値をつけてくださいますかあなた様自身の所有権すら私のものなのに、 あなた様に何が差し出せるというのですそんな顔なさらないでください。あなた様が無力なのはあなた様のせいではないのですから。どうしてあなた様だけをお助けするのか不思議に思っていらっしゃるのでしょうね。無論、昔世話になったご家族への恩返し。 というわけではございません。私はただ、あなた様が欲しかったのです。あなた様の傲慢さや残酷さを憎く思う反面、その美しさに強烈に惹かれておりました。強い死望はいつしか独占欲に変わり、いつか必ず私だけのものにして、誰の目にも触れぬよう隠し、 思う存分、一生めで続けようと決めていました。私が帰国したのも、ようやくあなた様を手に入れられるだけの権力と財力を手にしたからなのです。まさか、旦那様が事業に失敗されて、あなた様が売られようとしているとは思いもしませんでしたが、おかげで、 わざわざ私が小細工せずとも、簡単にあなた様を手に入れることができた。お坊ちゃまのことは、もうお忘れください。お嬢様と私の世界には、他の何者も必要ございません。私を恨むえー、ええー、大いに結構ですよ。どうぞ。 恨んでください。あなた様に強く思っていただけるのなら、それがどんな感情でも、私にとっては、喜びでしかないのですから。私のためだけに存在する、無力で哀れなお嬢様、お慕いしております。今までも、これからもずっと、 あなた様だけに執着し、あなた様だけを愛します。諦めてください。私以外の全てを。望まないでください。私が与えるもの以外、何も。今はまだ混乱していらっしゃるでしょうから、ご理解いただかなくても構いません。 ですが、一つだけ。私は冷たく動かなくなったあなた様のことも変わらず愛することができるのですよ。どうかお忘れなきように。